は一人足を引きずって倒れていましたが今立ち上がっています。中川、右サイド西岡、クロス上げていく、ファーサイドこぼれたところ、徳本の左足決まった。徳本周平、右サイドバック西岡のクロスが流れてきたところ、徳本周平が走り込んで思いっきり振り抜いたシュートはゴールキーパーの堀田に当たって見事に先制ゴールを決めました。この大きく流れてきたボール思いっきり蹴ってクロスバーに当たって跳ね返ったボールが堀田に当たって福島のゴールネットを揺らしました。